こんにちは、小夏です。今日は MAX WIN のバイク用ドライブレコーダーをレビューしたいと思います。これはね、ヘルメットにつけるタイプでバッテリーが内蔵されとって、で前後 2K で録画ができます。ちょっとこれ早速開けていこうと思います。はい、じゃあ早速開けていきます。こんぐらいのねサイズ感です、箱はね。じゃあちょっと開けていきますね。あ、この辺にまあいろいろと製品の特徴とかも書いてあるんですけど、まあ、詳しく見ていこうと思います。てれーん、ほい。じゃあどんどん出していこうかね。なんか本体だ。あー飛んでいく。説明書よいしょ。とりあえず今箱からバーッと出したんですけど、もう全部袋にちゃんと入ってます。でちょっとこれ綺麗に並べて一個一個見ていきましょうか。はい、商品並べてみました。こんな感じでたくさんパーツが入っています。で、まあ、説明書が2種類あって、取り付けの説明書と、あとドライブレコーダーについての詳しい説明書があります。一応説明書の中はこんな感じです。かなり詳しく書いてあります。あとこれが本体ですね。本体はこんな風になってます。意外となんかペタッとしてるんだね。こんな感じです。で、こっちが前で、このリアの方はね、ヒュッてちょっと下がった感じになってます。これはまあバイクの姿勢で前かがみになるけん、後ろがね、空向かないようにちゃんとなってるんだと思います。まあ、こんな感じですね。で、これ本体を取り付けるのには、ここガシャってするとこあるじゃないですか。これですね。これがマウントになってて、でこれなんかヘルメットのところに挟むのもよしだし、このクリップで挟まんよっていう人はこれを起こしてここ外して、でここをこの両面でくっつけるっていう、直接ねヘルメットにくっつけるっていうこともできます。ほんでこれはね、なんかこうインカムを自分で取り付けたことがある人はよくわかると思うんですけど、この辺がヘッドホンじゃないわ、ヘルメットの中に耳のところにね入れて直接音とかを聞くものです。結構分厚めのドーナツみたいになってるんですけど、これがちょっと分厚いわっていう人はここをこうやって脱がして、これ外して、でこっちの薄っぺらいモフモフがあるので、これに付け替えることもできます。で、ね、ここは分厚すぎるとさ、あれなんか今飛んでたぞ、あ今飛んでたぞ今。でこれが分厚すぎると、あんま分厚いとこう中で耳が折れて痛くなったりとかもするので、まあ、ヘルメットの形にもよるんですけど、自分でこっちがいい人はこっち で薄いのがいい人はっていう風に変えた方がいいかなっていう風に思います。私の場合は、薄い方がいいので、ちょっとこれに付け替えます。ちょっと破れそうこれ破れそう。あ、案外引っ張っても大丈夫だ。よいしょ。 OK、 結構引っ張っても大丈夫でした。こんな感じで薄くなりました。あとはマイクがここに2種類あるんですけど、まずこっちの方、これはこんな風になっとって、ここにパシャッとこうつけて、これがねこのやつでつけるようになってるんですけど、面ファスナーになってます。これをヘルメットのところの外につけて、でこんな感じで取り付けになります。ほんでもう一個のこのマイクのタイプは、これはね私のヘルメットみたいに顎のところまでガポッとはめるフルフェイスのタイプの人は、これをヘルメットの中にマイクを入れてっていう感じで取り付けします。だけど、まあ、2種類ちゃんとマイクがあるんだね。で同じくこれも面ファスナーで付けるようになってます。はい、あとこちらが別売りの商品たちです。まずこれが MAX WIN の SD カード 32GB です。あとはこれが外付け防水バッテリーボックスです。この中にリチウムイオン電池専用のやつを入れて、この中に、ね、入れて、でガシャッとつけると1時間録画が延長されるらしいです。はい、ということで取り付けが完了しました。インカムつけたことある人はなんか容量がわかるかもしれないんですけど、ここね本体ガシャッとつけて、でちょっともともとあったやつこれ外せんので、今仮止めとしてレビュー用でここにつけてます。
ほんで配線は簡単で、両耳のイヤホンのところを中に両方つけて、でマイクのところも中に全部入れてます。こんな感じです。はい、ヘルメットをかぶってみるとこんな感じですどうかな、なんかねこういう感じで、まあちょっと本当はこの辺がいいかもしれんけど、ここでこうピッピッピッってつける、押す感じかな、ボタンを。で向き的にはなんかこっち側のマウントだったのでこっちにしかつけれないんですけど、まあ、こんな感じになりますやっぱりこうやって乗った時にわかるかな、ちょっとこう下を向いてるので、まあ、前傾姿勢になってもまあ、大丈夫なようにちゃんと後ろが取れるようになってるようです。まあ、果たしてどうなのかっていうところもまた乗ってみてね、バイク乗ってみて確認しようと思います。ちょっとこれ今アプリをつなげてみたのでアプリの方行こうと思います。早速アプリにつないでみました。今画面が出てると思うんですけど、まあ、こんな風になってます。もう私から見てる携帯も映ってるって感じだね。うん、こんな風に見渡すとこういう感じですねでこれはリアにも切り替えることができて、こんな感じで今後ろが映ってますね。おーい後ろが映ってます。まあ、これも走行時にちょっとまた確認します。ほんでアプリつなぐことによって、こうやって今設定のところ行ったんですけど、まあ、ここでいろいろと設定ができます。動作検知とか音声記録とか、これデフォルト音声はオフになってたのでオンにしといた方がいいと思います。あとはループ録画設定は1分になってたのでちょっと3分に変えときました。あとはまあ緊急録画するかとか、これ最初使うときはSD カードフォーマットした方がいいので、最初に初期化をしてっていう感じでいろいろと設定していきます。まあ、こんな感じですね。で画像の解像度もこうやって変えることができます。ほんでこれ今画面ちょっとちっちゃい感じなんですけど、こういう風に大画面で映すこともできるので、まあ、携帯で確認する時もまあこんな風にできます。ちょっとね画質はなんかちょっとね粗いかなって、ちょっと昔のなんていうのカメラみたいな感じに見えるんですけど、うん、一応撮れるかなっていう風な感じかな。うん、であとはバッテリー残量が出てるのと、うんとね、これ普通に写真が撮れるんですよ。でこれ写真を撮るとバシャ、今こんな感じで普通にシャッター音がしました。写真を撮ることもできるし、ここで録画の今一時停止したんですけど、こうやってオンオフみたいなのもできます。あとはここでいろいろ撮ったものを見れるんですけど、今ねちょっとカメラファイルでバーッと動画がたくさん出てます。でフロントとリアどっちも出るようになってます。でここのファイルにどんどんこう溜まっていきます。まあ静止画さっきパシャって撮ったやつはこんな感じで、リアがこんな感じ、撮った瞬間に前も後ろも撮れてるっていう感じです。そしてなんかこう傾いたりとかで緊急録画されたのもこの緊急録画ファイルに保存されています。はい、ということでここからは実際にヘルメットにドラレコをつけて走ってみた映像です。ちなみにバイクに乗るのは去年の秋ぶりで、雪の心配がなくなって季節的にやっとまた乗れるようになりました。最初はねドキドキだったんですけど、乗ってみると体が覚えとってめっちゃ楽しかったです。まあ、もうちょっと暖かくなったらバイクであちこち行ってみようと思います。とまあ雑談は置いといて、このドラレコなんですが、ヘルメットに取り付けるタイプなので、こんな感じで頭を動かしたらその向きにカメラも向いてくれるっていう、まあいいところがあります。でね、まあバイクに固定するとさ、向きを自由に変えられんけんさ、その点はまあ大きな違いですね。まあちなみに後ろはこんな感じの映像です。で、私みたいな前傾姿勢になるタイプのバイクに乗ると、どうしてもカメラが下向きな感じに撮れてしまうので、まあ、乗るバイクによってカメラの取り付ける角度とか位置を変えた方がいいかもしれないです。ちなみに後ろの映像はこんな感じです。後ろの角度はなんか良さそうです。はい、ということで次に音声チェックいきます。はい、そして音声チェックです。このドラレコの音声はこんな感じです。結構ね、今
ヘルメットの中にドラレコのクラのマイクを入れてる状態なんですけど、まあ、声はこんな感じです。風もね、ちょっと風も入ってるけど、ここを閉めたら、はい、カバーを閉めてみるとこんな感じの音声です。カバーっていうの、なんていうの、あれだよ閉めるとこんな感じの音声になります。ちょっと風が減ったかな。対向車のナンバーはこのような写りになってます。一時停止すると数字ははっきりわかります。で、リアカメラはこんな写りです。こっちもナンバーの数字ははっきりわかります。信号待ちの時の写りはこんな感じです。リアカメラは自分が下を向くことによって逆に上を向いちゃうので、停車中の真後ろのね、なんか後ろのナンバーはちょっと映らなくなります。ということで、ドラレコ映像は以上です。はい、ということで今回はこのバイク用ドラレコをレビューしてみました。初めてこのヘルメットにつけるタイプでやってみたんですけど、いいところとちょっとうんと思うところがはっきりあって、私の使った感想なんですけど、まずいいところはヘルメットに簡単にピッてつけれるっていうのが良かったです。やっぱりね、バイクにドラレコつけるとバイクの中通して配線とかやらんといけんくて、それは結構めちゃめちゃ大変なので、ね、やってみるとね、なんかどうなってんだろうってなるので、なのでヘルメットに簡単につけれるっていうところは良かったです。なんかヘルメットの中をね通していけば、クッションの中通していけば全然簡単につけれるので、その点はすごく良かったです。あともう一個、このバイク用ドラレコこうやってつけるじゃん、そしたらまあ自分が見たところが映るっていうところはすごく良かったです。やっぱ固定されとるとね、こうやってあちこち見ることできんじゃん。だけど自分が見たところちゃんと撮れてるって思えば、まあ、そういう点はすごく良かったです。自由に動かせるってとこね。で、あとは画質の問題なんですけど、これは前後 2K っていうことで書いてあって、で、パソコンとかでちゃんと見てみて、実際に見てみると、ちゃんとなんかね、ナンバー、車のナンバーは、撮れてました。番号わかるようになってました。まあ、その点はすごくいいかなって思います。だけどもう本当なんかあった時にカメラを自分で向けるっていう、そうすればナンバーもちゃんと撮れるけん、ここをなんかずっと固定しとるドラレコで、撮れてなかったなっていうのは、それで自分で防ぐことができるかなっていうふうに思います。で、うんと思ったのは、オンオフがなくて、自動で録画が開始されたり停止されたりするっていうところがあるんですけど、それでうまく撮れてなかったことが何個かあって、だから、私も結構撮り直しで走ってみたりとか、結局なんかこう、音声とかもいろいろあって、アフレコになっちゃったりとかもしたんですけど、やっぱり絶対に撮れてなきゃいけない証拠の映像とかが欲しかったりするのに撮れてないっていうのはちょっと厳しいので、なので、やっぱオンオフで自分で、撮った、撮れてないっていうそのボタンがあるのは、がいいかなって、そっちの方がいいかなっていうふうに思います。うん。で、今撮れてるのか撮れてないのか、いきなり切れてるのか、どうなのかっていうのもわかんなかったり、そういうところもあったので、そこちょっとなというふうに思いました。あと、音声なんですけど、音声はあんまりこう、綺麗には入ってなかったように感じました。なので、そこも綺麗に入るといいかなっていうふうに思います。はい。ということで、今回こういうドラレコレビューしてみたんですけど、概要欄の方にリンク載せてきますので、気になる方は、どういうやつなのかなって気になる方は、ぜひ、概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。SNS もやってますので、そちらもぜひ見てください。あと、バイク動画もこれから撮ろうと思います。はい。ということで、またねー。寒くなってきたー寒い、寒べ寒い。せっかくのいい景色なのでここで締めを取ってみました。うん、よ夕焼けが綺麗だねー。この辺綺麗すごいよね、この景色。本当にここは好き。めちゃくちゃ綺麗。いいねー。
3月でこの雪かは寒い。